意識を取り戻した時、僕は誰よりも大切な相手であるキリトとアリスに剣を向けていた。そうと気づいても、頭の芯に突き刺さる冷たいトゲは消えなかった。トゲはおそらくエルドリエの額に刺さっていた紫色の水晶柱と同じもの。そのトゲからは、最高司祭様のために目の前の敵を倒せという命令が絶えず発せられて、思考を縛ろうとして、やむなく青バラの剣の記憶解放術を発動させて、大切な二人を氷に閉じ込めた。トゲの命令に抗いながら戦いを中断するには、もうそれしかなかった。This is will be the end of this chapter, man. This is will be the end. Come on. こうして本来の意識を保っていられる時間はもうあまり残されていないだろう。自分が消えてしまう前に、僕は罪を償わねばならない。その方法はたった一つ。ほひほひ。5分でも10分でも時間を稼げれば上出来と思っていたら、生きて戻ったとは驚きですね。おやまあ、せっかく芸家に賜った鎧を派手にぶっ壊しちまいましたね。まさか反逆者どもにやられっぱなしで逃げ帰ってきたわけじゃないですよね、32号。反逆者2人は氷の中に閉じ込めてきました、元老長閣下。ほうほう、氷に閉じ込めた。それは結構ですけどね。きっちりとどめは刺したんでしょうね、32号。いえ、とどめは刺していません、元老長。反逆者を足止めせよとの最高司祭様のご命令でしたから。いけません、いけませんね、32号。私を呼ぶときは元老長閣下と言いなさい。閣下ですよ、閣下。次に閣下をつけ忘れたら、罰としてお馬さんになってもらいますよ。私を背中に乗っけて四つん這いでハイドウハイドウですよ。おひひひひ。それでは私も芸家のご命令を遂行してきますかね。教会に立てつく腐れ騎士どもはすぐさまディープフリーズ。これが芸家のご意志ですからね。おっと、お前はそこで待機してなさい、32号。邪魔者がいちゃ楽しめませんからね。最高司祭様。お帰りなさい、ユージよ。ちゃんとお使いを済ませてくれたのね。はい。さあ、こっちにいらっしゃい、ユージよ。約束通り、あなたの欲しいものをあげましょう。あなた一人だけの愛を。はい。でもその前に、もう一度ちゃんと顔を見せてちょうだい、ユージよ。おあつらい向きに記憶の穴があったから、そこにモジュールを挿入してみたけど、横着は良くなかったかしらね。やっぱりまだ少し不安定みたいね。仕方ないわ、シンセサイズし直すことにしましょう。ご褒美はその後でね、ユージよ。あ、体が動かない。それに頭が変な感じだ。そう、そのままじっとしててね。今からあなたの額に入れたパイエティモジュールを抜き取るから。さあ、取れたわ。このモジュールは完成したばっかりの改良型なの。
私と教会への忠誠心だけじゃなくて、イマジネーションを強化するための回路も組み込んでみたのよ。これをシンセサイズすれば、効率の悪い訓練なんかしなくとも、その瞬間から真意の力を使えるようになるわ。今のところは初歩的な技に限られるけど。今しかない。あとは体さえ動けば。またあなたの記憶を見せてちょうだい。今度こそ一番大切にしている場所にこれを埋めてあげるから。そうすればもう二度と頭が痛くなったりしないわ。それだけじゃない。くだらない悩みや苦しみ、飢えや渇きから永遠に解き放たれるのよ。さあ、さっき教えた術式をもう一度唱えて。今だ。カーディナルさんの探検をアドミニストレーターに。お前、そんな小道具をどこに隠し持ってたのかと思ったら、図書室のちびっ子の仕業ね。それは、そのおもちゃにメタリック属性を与えたのはちびっ子の失点ね。今の私の肌にはあらゆる金属オブジェクトは傷をつけられないの。かわいそうな子。せっかく約束してあげたのに。私に全てを差し出せば、その分もあなたを愛してあげるって。あなたがずっと求め続けていた永遠の愛、永遠の支配をもう少しで手に入れることができたのに。永遠の愛、永遠の支配。そうよ、ユージオ。私に全てを委ねれば、あなたを苦しめてきた渇きはたちまち癒される。あなたが抱え続けてきた不安や恐れは消えてなくなる。愛は支配し、支配されること。かわいそうなのはそんな風にしか言えないあなたの方だ。何？愛は支配することじゃない。見返りを求めたり、取引で手に入れるものでもない。花に水を注ぐように、ただひたすら与え続けること、きっとそれが愛なんだ。残念ね。氷教会に反逆した滞在人の坊やを許し、魂を救ってあげようとしただけなのに。あなたの救済など必要ない。僕は本当に大切なもののために戦う。それが答えなのね、坊や。いいわ。ならせめて苦しまないように殺してあげる。 Am I going to fight administrator with Yuji? No, I don't think so. そういうこと。ダメだ、足に力が入らない。まずい、早く動かないと。次の神聖術が。ここで諦めたら、僕は何のためにこの部屋に戻ってきたのか。いや、何のために今まで生きてきたのか。
早くここを封鎖しないと奴らが、あの悪魔どもが、32号、何をしているんですよ。早く下に行きなさい。Kirito and Alice is here. Kirito. Yo, Yuji. Kuru na って言ったのに。俺がお前の言いつけを素直に守ったことがあったか。そうだね。君はいつもそうやって。あれが最高司祭アドミニストレーターか。そうです。6年前と何一つ変わっていない。あらあら、この部屋にこんなにたくさんの来客があるなんて初めてよ。ベルクーリとファナティオはそろそろリセットする頃合いだったけれど、アリスちゃんはまだ6年くらいしか使ってないわよね。論理回路にエラーが起きている様子もないし、やっぱりそこのイレギュラーユニットの影響なのかしら。面白いわね。ねえアリスちゃん、あなた私に何か言いたいことがあるのよね。怒らないから今言ってごらんなさいな。最高司祭様、栄えある我ら聖豪騎士団は本日をもって壊滅いたしました。私の隣に立つわずか2名の反逆者たちの剣によって、そして最高司祭アドミニストレーター、あなたがこの塔と共に築き上げた果てしなき執着と欺瞞ゆえに、我が究極の使命は氷教会の守護ではありません。剣なき幾万の民の穏やかなる営みと安らかなる眠りを守ることです。しかるに最高司祭様、あなたの行いは人界に暮らす人々の安寧を損なうものに他なりません。黙らっしゃい。大体ですね、騎士団が壊滅したとかちゃんちゃらおかしいんですよ。使えなくなったのはポンコツの1号2号を含めて10人足らずじゃないですか。つまり私にはまだ20も駒が残ってるんですよ。お前一人がガタガタ言ったところで教会の支配はピクリとも揺るぎやしねえですよ、この金ピカ小娘。バカはお前ですかかし男。その丸い頭には脳みそではなく麦わらやボロ布が詰まっているのですか。残る騎士20名のうち半数の10名は最高司祭様の言ったリセット、つまり術式による記憶の調整で動かせないのでしょう。そして残る半数は今も飛竜に打ちまたがり果ての山脈で戦っています。彼らを呼び戻すことなどできはしない。それをした途端に山脈の北西南を貫く洞窟と東の大門から闇の軍勢が押し寄せ、氷教会の支配は崩れ去るからです。いえ、すでに崩れかけている。10名の騎士たちとその飛竜たちも永遠に戦えるわけではない。しかしカセドラルにはもはや交代要員は残されておりません。それともチュデルキン、お前がダークテリトリーに赴き豪遊を誇る暗黒騎士たちと一戦交えますか。小賢しい。それで一本取ったつもりですか、小娘。ふん、やっぱり論理回路のエラーじゃなさそうね。それにパイエティモジュールもまだ機能しているとなると、あの者が施したコード871を自発的意思で解除したのかしら。突発的な感情ではなく、ま、これ以上は解析してみないとわからないわね。さてチュデルキン、私は寛大だから下がりきったお前の評価を回復する機会をあげるわ。
あのようなクソ虫3匹、芸家に荒らせられましては小指の一押しでぶっ潰せますもの。わざわざ修正にその喜びをお与えくださる寛大さ、修正泣けます、泣けますですぞ。ま、適当にやって。は、はい、小生視力を尽くしてご期待に応えますぞ。チュデルキン、お前の信念なき技など空気で膨らませた紙風船に過ぎません。お前と同じように。違う違う違う、私にだって信じるものはあるんですよ。それはズバリ愛。我が尊く麗しき最高司祭芸家への偽りなき愛なり。最高司祭芸家。なあにチュデルキン。小生これより神明を賭して反逆者どもを殲滅いたしますゆえ、それを成し遂げた暁には芸家の芸家の尊き御身をこの手で触れ口づけし、一夜の夢を共にするお許しを、何とぞ何とぞ何とぞ頂戴いたしたく。いいわよチュデルキン、創世神ステイシアに誓うわ。役目を果たしたその時には私の体の隅々までも人よお前に与えましょう。小生、ただいま無常の歓喜に包まれておりますよ。もはや小生、闘志万倍、正気横逸、はっきり言いますれば無敵ですよ。システムコール、ジェネレーター、How do I fight this? There's no way. I don't know. It'd be like you see me. See. Nope. So just do it like.Okay. I don't know what should I do. I'll do it like this. Ah, okay, get some buff. Hold on. Oh. Oh, fast strike. Just do a lot of damage.I know what I want to do, I just forget. Okay. Let's do this. Woo! Chance attack. どうですか、クソ虫ども。我が最強の術の感想は。チュデルキンを甘く見ていたようです。残念ですが、あの実体なき炎の巨人は。私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがチュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。その通りです。10秒、どうにかして防ぎます。キリト、ユージ、その間にチュデルキンを撃ってください。うわ炎の魔人を丸焦げにしてやりなさい。めぐれ、放
やつの目を。わかった。ディスチャージ。ギータ、お気をつけください。まさか回復を。片付けるだけよ、見苦しいから。なんということ。まあ退屈なショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの坊や、詳細プロパティを参照できないのは非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなたあっちから来たのね。向こう側の人間、そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。I don't know, about, the future of... 権限はなくても知っていることは少しばかりある。へえ、例えば。くだらない昔話には興味ないわよ。なら未来の話はどうだ、クイネラさん。あなたはそう遠くない未来にあなたの世界を滅ぼす。私が？私の可愛い人形たちを散々痛めつけてくれた坊やじゃなくて、この私が滅ぼすの？そうだ。なぜならあなたの過ちはダークテリトリーからの総進行に対抗するために整合騎士団を作り上げた。いや、作ってしまったこと、それ自体だからだ。いかにもあのちびっこが言いそうなことね。いっそ不憫だわ。そこまでして私を追い落としたいあの子も、うかうかとそれに乗せられた坊やも。お言葉ですが、最高司祭様、来たるべき闇の軍勢の総進行に現在の整合騎士団では抗いきれないとお考えだったのは、騎士長ベルクーリ閣下も副長ファナティオ殿もご同様でした。そしてこの私も。無論我ら騎士団は最後の一騎までも戦い抜き散り果てる覚悟でしたが、しかし最高司祭様には騎士団亡き後、婿の民人を守る手立ては終わりだったのですか。よもやお一人でかの国の大軍勢を滅ぼし尽くせるなどとお考えだったわけではありますまい。 About the synthesized reading. 私は宣告、あなたの執着と欺瞞が騎士団を崩壊させたと言いました。執着とは、あなたが人界の民たちからあらゆる武器と力を奪ったことであり、そして欺瞞とは、あなたが我ら整合騎士すら深くたばかっていたことです。この世界を、民たちを守るために必要なことであったのなら今は咎めますまい。ただどうして我らの氷教会と最高司祭様に対する忠誠と敬愛すらも信じてくださらなかったのですか。なぜ我らの魂に
あなたへの服従を強制するなどという汚れた術式を施されたのですか。あらあら、アリスちゃん、随分と難しいことを考えるようになったのね。私があなたたち聖号騎士を信じなかったですって。ちょっとだけ心外だわ。とっても信頼してたのよ。歯車仕掛けでけなげにカタカタ動く可愛いお人形さんたちですもの。アリスちゃんだって大事な剣が錆びたりしないようにこまめに磨いてあげるでしょ。それと同じことよ。あなたたちにプレゼントしたパイエティモジュールこそ私の愛の証だわ。あなたたちがいつまでも綺麗なお人形でいられるように、くだらない悩みや苦しみに煩わされずに済むように。かわいそうなアリスちゃん、綺麗なお顔をそんなにくしゃくしゃにしちゃって悲しいのかしら、それとも怒っているのかしら。私のお人形のままでいればそんな無意味な感傷を味わうことは永遠になかったのに。安心してアリスちゃん、ちょっとおいたをしたくらいで怒ったりしないから。今あなたにそんな悲しい顔をさせてる記憶もリセットしてちゃんと消してあげる。何も考える必要のないお人形にちゃんと戻してあげるわ。確かに私は今胸を引き裂かれるほどの苦しみと悲しみを感じていますけれど、私はこの痛みを、初めて感じるこの気持ちを消し去りたいとは思いません。なぜならこの痛みこそが私が人形の騎士ではなく一人の人間であることを教えてくれるからです。最高司祭様、私はあなたの愛を望まない。あなたに直してもらう必要はありません。人形であることをやめた人形、それを人間とは呼ばないわよ。アリスちゃん、ただの壊れた人形に過ぎない。残念だけどあなたがどう思うかなんて関係ないの。私がシンセサイズすれば今のあなたの感情なんて何もかも消えてなくなっちゃうんだから。 About the administrator。 クイネラさん、あなたは管理者権限を持つ最高司祭だ。だがいくらあなたでも過去を好き放題編集できるわけじゃない。あなたもまた人の子として生まれ育った一人の人間であるという事実は決して消去できない。人間、人間ね。向こう側からやってきた坊やに言われるとなかなかに複雑なものがあるわね。つまり坊やは自分の方が偉いと言いたいの？アンダーワールド人ごときが生意気なってってことかしら。いやいや、とんでもない。大元のところでは同じ魂を持つ人間であることに違いはない。俺が言ってるのは、あなたも人間である以上完璧な存在ではありえないってことさ。聖護騎士団が反壊した以上、もし今ダークテリトリーの総進行が始まったら人界は滅ぶぞ。あなたがこれまで苦心して維持あるいは停滞させてきたこの世界は容赦ない破壊と暴力にさらされる。それを見た向こう側の者たちはこう思うだろう。今回は失敗だった、また最初からやり直そうってな。さすがに愉快ではないわね。この世界が私の知らない何者かに意のままにされるただの箱庭だなんてはっきり言われるのは。でもそれならあなたたち向こう側の人間たちはどうなのかしら。自分たちの世界がより上位の存在に創造されたものである可能性を常に意識し、世界がリセットされないように上位者の気に入る方向へのみ進むよう努力しているの？What are you saying? ちびっこに昔話を聞いたなら坊やは知ってるはずよ。私の存在証明はただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし私を生かす。この足は踏みしだくためにあるのであって、決して膝を屈するためではない。ならばあなたはこのまま人界が蹂躙されるに任せ、民なき国の支配者として名ばかりの玉座で一人滅びの時を待つつもりなのか。私は
このアンダーワールドをリセットさせる気はもちろん、最終負荷実験さえも受け入れるつもりはないのよ。そのための術式はもう完成しているの。喜びなさい。誰よりも最初にあなたたちに見せてあげるから。本当のことを言うとね、騎士団はただのつなぎだったのよ。真に私が求める武力には記憶や感情はおろか、何かを考える力すらもいらない。ただひたすらに目の前の敵をほふり続けるだけの存在であればいい。つまり人間である必要はないの。何を言って。愚かな道化だったけれど、チュデルキンも少しは役に立ったわね。長ったらしいこの術式を最後まで組み上げる時間を作ってくれたんだもの。さあ目覚めなさい、私の忠実なるしもべ、魂なき殺戮者よ。リリースリコレクション。これはまさか、ありえない。同時に複数の、しかも30もの武器に対してこれほど大掛かりな感染支配術を使うなど、術の断りに反しています。これこそ私の求めた力。永遠に戦い続ける純粋なる攻撃力。名前は、そうね、ソードゴーレムとでもしておきましょうか。剣の自動人形。さあ戦いなさい、ゴーレム。お前の敵を滅ぼすために。Here we go again.